シェトランド諸島は、スコットランドのアカンタイに属する群島。北部諸島に含まれ、グレートブリテン島の北東部に位置する。オークニー諸島の約 80km 北、フェロー諸島の南東を約 280km に位置し、シェトランドの西は大西洋、東は北海となる。 総面積は1468平方キロメートルで、2009年時点、の人口は22,210人である。スコットランド議会のシェトランド選挙区を構成しており、スコットランドの30にあるカウンシルエリアの一つである。シェトランドの行政中心地で、唯一の自由都市はラーウィックである。諸島のうち最大の島は、単に、メインランド島といい、 面積は967平方キロメートル。スコットランドの島のうち3番目、ブリテン諸島中5番目の面積を持つ。さらに15の有人島がある。シェトランド諸島は海洋性気候であり、複雑な地質、険しい海岸線と、総じて低い丘陵がある。石器時代より人が定住し、島について最古に書かれた文献は、ローマ時代のものである。 歴史上最古の時代は、スカンジナビア、特にノルウェーへの影響を受け、島々は15世紀までスコットランドの一部ではなかった。シェトランドが、グレートブリテン王国の一部となった1707年から、行業は今日まで、経済の重要な側面であり続けているが、北ヨーロッパとの貿易は衰退していた。しかし今や、連合王国の一部となり、1970年代の、 北海油田発見が大幅にシェトランド諸島経済、雇用、公共部門の収益を押し上げた。地元住民の生活はバイキングを称える日祭りのウップヘリーアー、伝統的なフィドルのスタイルに代表される音楽の伝統といったノース人文化とスコットランド文化の両方が反映されている。シェトランド諸島は様々な市と散文の作家を輩出しており、 彼らの多くは、シェトランド語を用いる。地元の動植物を保護するため設けられた保護地域が多くあり、そこには、海鳥の重要な餌装置が含まれている。16世紀の地図カルタ・マリナに描かれた、シェトランド・シェトランドの名前は、コノルド語のハジョルト・トランドに由来する。紀元43年と77年、ローマの著述家、ポンポニウスメラト、 ダイプリニウスは、それぞれ、ハエモダエとアマデエと呼ぶ七つの島々について触れた。この名称はどちらも、シェトランドのことであると推測されている。シェトランドについて書かれた、古い記述は他にもある。紀元98年、タキトゥスは、ローマの大国一所島発見と征服について記した。あと、ローマ艦隊はトゥーレを見たとした。 古いアイルランド文学において、シェトランドは、猫の島として触れられた。これは島にいた、ノース人以前の住民の名であった可能性がある。キャット族は、スコットランド本土北部の一部を占領し、彼らの名は、ケースネスや、サザランドのゲール5名片部に見つけることができる。現在の名であるシェトランドの最古の形は、1190年に、記された、ヘッドレンデンシスである。 様々な変遷の後に1431年にはヘッドランドとなった。ピクト語のキャットの発音がコノルド語の名称を形成することが可能である。その後16世紀にはハジョルトランドとなった。ノルン語が徐々にスコットランド語にとって変わっていったようにハジョルトランドはエトランドとなった。最初の文字は中世スコットランド語のものである。の発音は 元々のノルン語とほとんど同じである。予報ほ文字として用いることが中断された時、それは多くの場合似たような文字である Z に置き換えられた。それゆえに、Z ランドという誤ったスペルが1975年以前にカウンティ議会において用いられていたのである。一部の派生は不明瞭でこのルド語以前のものもあるだろうが、シェトランドの島々はここに、 このルドゴの名称を持っている。ブロッホーブムサシェトランド諸島は、スコットランド本土の北 170km にある。海岸線は 2702km ある。諸島の中心地にして、最大の町であるラーウィックは、人口約7500人が暮らし、町の 16km 以内に、諸島の人口の約半分が暮らしていることになる。 1708年まで、諸島の中心であった西岸のスカローエイは、人口が1000人以下である。およそ100ある島のうち、有人島は16しかない。主要島は、メインランド島、ついで北のイエル島、アンスト島、ペトラー島、東のブレセージ島とホエルセ島である。イーストバラ島、ウエストバラ島、マックルロー島、パパストア島、トロンドラ島、バイラ島は、 メインランド島の西にあってより小さい。メインランド島から遠く離れている、有人島には、フーラ島、フェア島、アウトスカリーズ島がある。無人島には、鉄器時代に建てられた島、ブロッホーブムサが最高の保存状態で残る、ムサ島、イギリス最大の陸系島で、メインランド島と陸続きとなっているセイニニアンの島。 ブリテン諸島最北の地であるアウトスタック島がある。シェトランド諸島の位置から国内で最も北という形容詞が付く記録が多い。マネス城は国内最北にある城であるし、スコーは国内最北の集落である。ラーウィックを見下ろすシャーロットトリで数多くの断層や終局の軸があるシェトランドの地質は複雑である。シェトランドの島々は カレドニア造山運動の北の全省基地にあたり、先カンブリア時代の変成岩であるルイジアン、ダルリアダンノロ島、モイン類相群の変成岩があり、それらは、スコットランド本土にあるものと似た歴史をたどっている。同様に、古い赤色砂岩の堆積物、花崗岩の侵入もある。最大の特徴は、オフィオライト、アンスト島やフェトラー島における、 観覧岩と寒冷岩でイアペトゥス海の底の異物である。シェトランド経済の多くは周辺海域における下乳を含む堆積物に依存している。地質学的証拠は紀元前6100年頃、ノルウェー海の海底地滑りで起きた津波がシェトランド、そしてスコットランド東海岸を直撃したことを示している。そして現在の人口密集地であるスコットランドの ファースにおいて波の高さは25メートルとなっていたと推測される。シェトランド最高地点はロナスの丘で高さは450メートルでしかない。更新沖に氷河は島々全体を覆っていた。スタナス・オブストファストという迷子石は重さが2000トンあり、この時代にラナス・ティングの丘に移動してきて鎮座するようになった。シェトランドは国立警官保護地域である。 シェトランド諸島は寒い期間は長いが、あまり厳しくはならない冬、短くて冷涼な夏が特徴の海洋性や寒帯気候である。欠片の気候区分では、西岸海洋性気候に属し、夏は涼しく冬も、井戸の割に寒くない。周囲の海からの影響で、3月の最高気温は、摂氏5度、7月8月の最高気温は、摂氏14度と、 気候は一年中穏やかである。気温が摂氏21度を上回ることは稀である。過去に最も気温が高かったのは1991年7月の摂氏23.4度で、反対に最も低かったのは1952年と1959年の1月に記録した摂氏8.9度である。霜のない期間は3ヶ月ほどと短い。 気候の総合的な特徴は、曇りがちで風が強いことである。1年に250日間は少なくとも2ミリメートル以上の降雨がある。年間平均降雨量は、最も雨の多い11月から12月で1003ミ、mm、リメートルで、ある。降雪は、通常11月から2月までの期間に限られており、地上に着いた地中雪が残っていることが少ない。 降水量が50ミリメートル以下の月はないが、4月から8月は降水量が減少する。霧は穏やかな南からの風で海上が冷やされるため、夏に発生するのが一般的である。高緯度にあるため、夏にはほぼ確定した日照がある一方、晴れた冬の夜にはオーロラが時々見られる。年間平均日照時間は1090時間で、曇りの日が、 一般的である。岩の間で自生するセラスティウム・ニグレスケンス。シェトランドには、ハーマナスとノスの海鳥コロニー、キーン・オブ・ヘーマーにあるジャモン・アンド城に育つ植物を保護する3つの国立自然保護区がある。さらに81カ所の特別科学関心地区がある。シェトランドの風景は、放牧された羊が草をはんでいる様が特徴である。 そして過酷な条件のため植物は約400種と総数が限られている。西洋なニャカマドやヨーロッパ原産のワイルドクラブアップルといった土着の樹木は崖や小島といった宝隔絶された数少ない場所に見られるのみである。植物はアルプス鉱山植物、野生種の花、苔、地類で占められる。特に保護された場所では 春海藻セリバオオバコ、マルバトオキ、岩弁慶が豊富である。ミミナグサ族のセラスティウムニグレスケンスは、シェトランドにしかない固有種である。この花は1837年、植物学者、トーマス・エドモンドストンによって、最初に記録された。19世紀には、他の2つの場所から、植生の報告があったが、現在は、 アンスト島のジャモン岩でできた二つの丘の上にしか見つけられていない。全国的に希少なエゾルリウがいくつかの島で見つかっており、レッドリストにコケ植物オートラノーが絶滅危惧種として記載されている。シェトランドには多数の海鳥コロニーがある。二室のメドリ、ウミツバメ、アビ、シロカツオドリ、オートウ族カモメが島々で見られる。 希少種として、マユグロアホードリー、白岩がある。白袋のつがいが1967年から1975年まで、フトラー島で繁殖していた。シェトランド味噌サザイ、フェアイル味噌サザイは、シェトランドの固有ア種である。大尺主義、古尺主義、ヨーロッパムナグロといった、様々な出現の鳥類の個体群もある。シェトランドの地理的孤立と、 シェトランドがかつて氷河に覆われていた歴史により、哺乳動物症の枯渇をもたらした。ドブネズミとハツカネズミは、シェトランド諸島に、現在いるゲ、ハルイの3種のうち2種である。残りの1つである、シェトランドのネズミは、固有種でもあり、そのうち3つの種類が、イエル島、フーラ島、フェア島に生息する。彼らは、赤ネズミの変種であり、考古学的証拠から、 この種は、鉄器時代中期から島に存在していたことを示唆している。赤ネズミは、少なくとも、青銅器時代から人がいた奥に諸島から導入された可能性がある。シェトランドポニーシェトランドシープドッグ島土着の様々な品種がある。そのうち、体格の小さなシェトランドポニーは、 おそらく最も有名であるだけでなく、シェトランド農業の歴史の重要な一部である。ポニーについて、最初に書かれた記録は1603年のものである。その小柄な体格のため、すべての馬の品種の中で最も強権である。その他にシェトランドシープドッグ、絶滅危惧種のシェトランド牛、シェトランドガチョウ、そして羊のシェトランドシープは、 生歴千年前に起源があると考えられている。グライスは、ハンカチク化された豚であったが、1930年代に絶滅した。羊を攻撃する修正のため、絶滅を防ぐことができなかった。新石器時代の遺跡、スタニーデール神殿跡ヤールショフで保存されている。 ホイールハウスとブロッホールドスキャットネス実質的に樹木のないシェトランド諸島に石でできた建物ができたのは少なくとも新石器時代諸島である。シェトランドは有史以前の時代の建造物が非常に豊富で5000カ所以上の遺跡が存在する。メインランド島南岸のウェストウには紀元前4320年から紀元前4 3 0年頃の貝塚があり、 中石器時代に人間が活動していた証拠となっている。同じ場所では新石器時代の活動の存在を示して、おりスコード・オブ、ブロースター内の壁は、紀元前3400年代に遡れる。ノース・メイビンで見つかった、シェトランドナイフは、石器で、計長岩でこの時代に作られたものだった。集落遺跡アールショフでは、陶器の破片が見つかっている。 主要な定住地は、青銅器時代からのものだが、ここでは新石器時代から人が活動してきたことを示している。遺跡には火事場、ホイールハウスの密集、そして後のブロッホが含まれていた。この場所は、バイキング時代直前までの様々な時代の居住の証拠を示している。かかとの形をした毛ンは、シェトランドでは珍しい出場の毛ンで、 特に大きなものがベメントリー島にある。多数のブロッホが、鉄器時代の間に建てられた。ブロッホの起源と目的は論争の的となっているが、ムサに加え、クリキミン、カルスウィック、オールドスキャットネス、ウェストバラファースにあるブロッホが重要な遺跡である。過去の記録はまばらであるが、鉄器時代後期のノーザンアイルズの住民は、おそらくピクト人であった。歴史家、 ジェームズ・ハンターは2000年に、6世紀のピクト王、ブリデイ一世との関連を述べている。シェットランド、オークニー、スカイ島と西部の島々にいた住民たちは、そのほとんどがこの時点において、文化の上でも、言語の上でもピクト人であったように思える。彼らは、ブリデイ一世をかなり遠い存在と見ましていた、可能性が高い。2011年、ブローハオブ・ムサ。 オールドスキャットネス、ヤールショフを含む、鉄器時代シェトランドのルーツボは、世界遺産の暫定登録リストに加わった。スカンジナビア人人口の拡大は、利用可能な資源と高知の不足につながった。このことが、バイキングの海外遠征時代を招き、ノース人は徐々に略奪から占領へ関心を移していった。シェトランドは8世紀終わりから9世紀にかけ、征服された。 すでに島にいた先住民の運命については不明である。現在のシェトランド諸島人は、父方の先祖も母方の先祖もスカンジナビア人である。割合が同一である。このことは島に男女とも均等に移住したことを示唆している。当時のバイキングは、島をノルウェーを呼び、スコットランド本土の海岸に対する海賊遠征の本拠としていた。それに対して、ノルウェーを ハーラル・ビハツ王は875年にノーザン・アイルズを併合した。ムーレ・ハクク・ログンベルド・エスティンソンは、ハーラル・ビハツ王より、スコットランドでの戦いで息子を失った代償として、オークニーとシェトランドを伯領として授かり、オークニー伯爵となった。その後、とシガド・エスティンソンが伯領を継承した。シェトランド諸島が、キリスト教家されたのは10世紀終わりである。 オーラブ一世王は、オークニー訪問中、オークニー博シグルドを召喚し、博と博の親民すべてが洗礼を受けることを命ずる。もし拒むならば、私はその場で博を殺さねばならない。私は、火と鋼を用いて、すべての島々を破壊せんことを誓う、と言った。当然のごとく、シグルドと島民たちは同一しキリスト教徒となった。異常なことに、 1100年代以降、ノース人の伯爵たちは、ケースネス伯爵の爵位を保有することから、ノルウェー王とスコットランド王の両者に忠誠を誓っていた。1194年、ハラルド・マデッドさんがオークニー及び、シェトランド伯であった時、スベレ・シグルツソン王に対する内乱が勃発した。オイスクジェッグスたちはノルウェーに向け出航したが、 ベルゲン近郊のフロリバグの戦いで敗退した。この勝利の後に、スベレ・シグルツソン王は、シェトランドを、ノルウェー王の直接支配下に置き、この後2世紀近くにわたってこの情勢が続いた。13世紀半ば以降、スコットランドの王たちはますます本土周囲の島諸部に、対する管理を強めるようになった。政策が、本格的に始められたのは、アレグザンダー2世からで、 彼の後継者、アレグザンダー3世によって政策は継承された。この戦略は、最終的にはホーコンー世のスコットランド遠征につながった。彼の艦隊は、スコットランドへ出港する前にブレセン水道で、組み立てられた。ラーグスの戦いでの行き詰まりの後、ホーコンー世は、オークニーに退却し、1263年12月に、休止した。 サーガの暗証によって彼は死の床で慰められた。彼の死の地、ノルウェー王位を継いだマグヌス五世は遠征を行うほどの才覚はなく、スコットランドへのノルウェー軍のさらなる遠征は中止に追い込まれた。この不運な遠征に伴い、マンシマ及び東昇王国は1266年のパース条約の結果スコットランドに屈した。しかし、スコットランド人は オークニー諸島とシェトランド諸島へのノルウェーの主権を継続して認めていた。ジェームズ3世に腰入れしたマーガレット・オブ・デンマークがシェトランドをスコットランドへもたらした14世紀のオークニー諸島とシェトランド諸島はノルウェー王国の県であった。しかし、スコットランドの影響は増していた。オークニーハクジョン・ハールドゾンは1231年にサーソーで殺害され、 彼の死は切れることなく続いてきた、ノース人のオークニー伯爵の断絶となった。その後のオークニー伯は、スコットランド貴族である、アンガス伯と、シンクレア家のヘンリーが務めた。1380年、デンマークとのカルマル同盟で、同訓連合となったノルウェーは、当初部の高貴な家柄への関心が薄れていった。1468年、デンマークノルウェー王クリスチャン一世は、 スコットランド王ジェームズ三世と婚約していた娘、マルグレーテの持参金支払いに対する保証として、シェトランドを抵当に入れた。金が支払われることはなく、シェトランドとスコットランド王との関係は永久となった。1470年、初代ケースネッス博、ウィリアム・シンクレアは、自らの称号をジェームズ三世へ譲り渡した。翌年から、北部島諸部は、 スコットランド王権に直接属することとなった。それにもかかわらず、シェトランドとノルウェーの関係が耐えることがなかったことが証明されている。15世紀初頭から、シェトランド初頭人は、ドイツ商人のハンザ同盟を通じて、島で生産されたものを売っていた。ハンザ商人は、塩漬けの魚、羊毛、バターといった船一隻分の積み荷を買い、塩、 布、ビールや、その他商品を輸入していた。16世紀終わりから17世紀初めは、先制的なオークニー博、ロバート・スチュアートの影響が、支配的だった。ジェームズ5世の諸子であった、彼は、イボ妹である、スコットランド城をメアリーによって、島々を与えられていた。ロバートの後を継いだパトリック・スチュアートは、スカローエイ城の建設を開始したが、 1609年に処刑されたため、再び、オークニーとシェトランドは、スコットランド王のものとなった。1643年、チャールズ一世は、オークニーとシェトランドを第7代モートン伯ウィリアム・ダグラスへ与えた。1766年まで保持した、モートン伯爵家は、第14代伯爵ジェームズ・ダグラスの代にシェトランド、ローレンス・ダンダスへ売却した。 ラーウィック沖合に怒りを下ろす、バーク、1880年頃、ポニーとシェトランドの女性、1900年頃のパパストは、島1707年の合同法が施行されると、塩の取引に課された、高額な税率によって、ドイツ北部の商人たちはそれまで続いていた、シェトランドとの貿易を続けられなくなった。 シェトランドの地元商人たちは北ドイツ商人ほど塩漬け魚の貿易に精通していなかったため、シェトランドは経済不況に陥った。しかしながら、一部の土地持ち商人がヨーロッパ大陸へ魚を輸出するための船を自前で用意し、撤退したドイツ商人の後を引き継いだ。ただ、これは土地を持たない漁夫たちにとって幸運なことではなかった。なぜなら、 彼らは結局、地元の土地持ち商人たちのために漁をしなければならなく、なったからである。17世紀から18世紀、シェトランド、天然島の流行が襲った。しかし1760年以降ワクチンが、一般的となり、1861年、の人口はこれまでの最高の3万1670人に、達した。イギリス支配は、多くの一般人のみならず、 貿易業者にとって高くついた。シェトランド諸島人の航海技術がイギリス海軍に求められていた。約3000人が1810年から1815年のナポレオン戦争に供出され、強制帳簿が行われた。この時、フェトラー島だけで120人もの男性が連れて行かれ、このうち故郷へ戻れたのはたった20人だった。19世紀後半、 シェトランド全体の90%の土地を所有していたのは32人の地主だった。1861年から1881年に、かけ8000人以上のシェトランド諸島人が移住していった。1886年、自由党の首相ウィリアム・グラッドストンが、地主からオザク実りを解放すべく、クロフターズポーを可決させた。 これは、地主のためにノードとなっていた、尾崎みのりたちが、自分の所有する農園を用いへとできるようになった、効果的な法律だった。第一次世界大戦中、多くのシェトランド諸島人たちは、イギリス陸軍風評連隊、ゴードン・ハイランダーズに配属された。さらに3000人が、海軍船員となり、1500人以上が、地元で、海軍予備役となった。 第10巡洋艦船隊がスーバックスミンに配置され、1917年3月からの1年間だけで4500隻以上の船が5艘船団の一員としてラーウィックを出航していった。シェトランド諸島は出身者から150人以上の戦死者を出した。これはイギリス国内のどの場所よりも高い割合であった。 1920年代と1930年代に、さらに当該への移住が行われた。シェトランドバス作戦における、ノルウェー人リーダー、レイフラー戦第二次世界大戦中、ノルウェー海軍に所属し、後にシェトランドバスのニックネームで呼ばれることになる、部隊が、1940年秋に特殊作戦、執行部によって、ランナ基地に設置された。後に、 スカローエイに基地が移され、ノルウェー沿岸周辺での作戦の指揮をとることとなった。ナチスドイツのノルウェー占領時に国を脱出した難民が使用したおよそ30隻の漁船を集め、シェトランドバスは、諜報員、難民、レジスタンスの指導員、軍事物資を運ぶ秘密工作など、200回を超える渡航を行った。そのうち52回の渡航に携わったレイフラー船は、 第二次世界大戦の連合国側海軍将校で最も誉れ高い勲章を授与された。イギリス空軍の基地も数箇所設置され、東大の数箇所が敵機から爆撃され、被害を受けた。20世紀後半、シェトランド東西の海域で石油埋蔵地が発見され、シェトランドが大いに必要としていた代替収入源となった。東シェトランド海盆は、 ヨーロッパ最大の油田の一つであり、石油収入とノルウェーとの文化的つながりの結果として、オークニー及びシェトランドの独立運動が発生した。独立運動は、マンシマだけでなく、シェトランドの最も近い隣人で、デンマークの自治領である、フェロー諸島もモデルとしている。シェトランド諸島の旗シェトランドは、オークニーシェトランド選挙区の一部として、庶民院に、 国会議員を送っている。現職はアリステア・カーマイケルである。1950年以来、この議席は自由党、または自由民主党が維持しており、彼らがイギリス国内で維持する、どの議席よりも期間が長い。スコットランド議会においては、シェトランド選挙区は、小選挙区制により、スコットランド議会議員を選出している。 現在のシェトランド選出スコットランド議会議員は、スコットランド自由民主党のタビッシュ・スコットである。現在のシェトランドは、スコットランド議会のハイランズアイランズ選挙地区内にある。シェトランド諸島議会の政治的構成は、無所属議員22人である。政党を代表しない議員が、多数派を占める、スコットランド内のカウンシルエリア3つのうち1つである。 1966年、ロイ・グラニバーグが、スコットランド国民党の地方支部を設立した。彼は、ビル・アダムズと共同で、シェトランドのノルウェーからスコットランド遺憾500周年を記念して、シェトランド初頭期をデザインした。色の配置は、スコットランドの旗と同じ青と白だが、スカンジナビア十字の形を採用している。1985年の住民投票を含む、 数度の失敗の後、2005年に、ロードライアンキング・オブ・アームズは、シェトランド諸島の旗を公式機として認定した。元は、ノルウェー領だったことから、独自の文化を持ち、少数ながら、スコットランドやイギリスから独立するという運動を行っている住民もいる。朝日新聞が、ロンドン発として伝えるところによると、2020年9月9日、シェトランド諸島議会は、 スコットランド自治政府に対する島の財政面と政治面での自決を謳う決議を賛成18反対に危険にで採択した。周辺に広がる石油とガスの資源や魚場の占有を狙う戦略とみられる。A タイムズ紙は英国からも自治政府からも独立する動きと報道。 英仏海峡のチャネル諸島のように独自の政府を持つ栄養出属領としての地位を求める可能性もあるという独立に直ちに結びつくものではないが少数の住民の運動にとどまらず議会レベルでの行動であるエクソンモービルのベリルアルファ石油プラットフォーム東シェトランド海盆、サロムボーの石油ターミナル現在シェトランドの主な収入源は農業 養殖業、漁業、再生可能エネルギー、石油産業、クリエイティブ産業と観光業である。漁業は、現在もシェトランド諸島経済の中心であり、2009年の漁獲総量は75,767トンで、評価額は7,320万ポンドであった。さらには、漁獲量においても収入においてもシェトランド諸島の 漁獲口の半分以上を占めるのがサバである。続いて、小ラタラ、ニシン、タラカのマーランウスマーランガス、アンコウ、海類のかなりの水揚げがある。農業は、種として、非常に細かい羊毛が取れることで知られるシェトランド種の、羊の飼育に関わっている。穀物は、小麦と大麦が生産されるが、シェトランドは、寒さと吹きさらしの風が厳しく、 ほとんどの植物にとって過酷な環境である。借地権が法的に限定されている小区画の農地で農業を行うクロフティングはまだ実践されており、これはシェトランドの伝統というだけでなく重要な収入源とみなされている。石油と天然ガスは1978年サロム・ボーイリエにて初めて地上にもたらされた。サロム・ボ石油ターミナルは その後ヨーロッパ最大級のものとなった。石油の税収入は、社会福祉や芸術、スポーツ、環境対策、経済開発など、公的部門の支出増加に貢献した。シェトランド諸島内の労働力は3、4がサービス業に従事している。2003年には、シェトランド諸島議会単独で生産高の27.9%を生み出していた。 石油収入は、シェトランド公益トラストの資金源となり、トラストを介して、地元の様々な事業に資金を提供できるようになった。2011年のトラスト残高は2億1700万ポンド、すなわち1人当たり9500ポンドであった。2007年1月、シェトランド諸島議会はエネルギー会社 SSE と、風力発電所タービン20機と、海底ケーブルを設置する。 パートナーシップ契約を結んだ。この再生可能エネルギー事業は約600メガワットを出力し、シェトランド経済に年間200万ポンド程度寄与するという。計画は諸島内でかなりの数の反対を生んでいる。開発で予想される視覚的なインパクトが第一の理由である。アンスト島でのピュア計画は風力発電と 風力ハイブリッド発電を生む燃料電池を組み合わせるための研究センターであった。この事業は地元コミュニティの発展トラストであるアンスとジマパートナーシップによって運営されている。ニットウェアはシェトランドの経済と文化の両面で重要である。フェアアイルは非常によく知られている。しかしニット業界は他のメーカーや商標認証によるシェトランドの名称の 盗作問題に直面している。例えば、シェトランドレディは、商標登録されている。シェトランドは毎週地元新聞社が発行する、シェトランドタイムズ、BBC ラジオ、シェトランド放送が提供する、シェトランドニュース、商業ラジオ局シブックが提供されている。シェトランドは、クルーズ船の人気の行き先である。2010年、ロンリープラネットは、シェトランドを、 手付け数の行き先を求める観光客にとって世界で6番目の敵地と評した。シェトランド諸島は美しく実りあるシェトランド諸島人は激しく独立した個人自立生活者の一団と称された。2006年における訪問客全体の支出は1640万ポンドであった。2009年に最も観光客が訪れた場所は シェトランド博物館、サンバラヘッドの鳥類保護王立協会保護区、ワイズデールミルのボンホガギャラリー、ヤール諸フであった。イエル島に停泊するフェリー諸島間の輸送は、第一にフェリーである。シェトランド諸島カウンシルは、様々な島間のサービスを運営している。 シェトランドと本土のアバディーンカゴ、ノースリンクスフェリーズ社のフェリーが片道12時間で運行している。シェトランド第一の空港であるサンバラ空港は、ラーウィックの南約40キロメートル、サンバラヘッドに位置する。スコットランドの航空会社ローガンウェアは、フライビーのための路線を持っており、1日に10度スコットランドの他地域へ便を運行する。目的地は、 カークウォール、アバディーン、インバーネス、グラスゴー、エディンバラである。島と島の間を飛ぶ航空路線は、シェトランドのメインランド島から、ほとんどの有人島に向けて可能である。ラーウィック西 11km にある、ティングウール空港からの便は、シェトランド諸島カウンシルと提携した、ダイレクトフライト社が運営している。アバディーンイコールスキャットスタを、しばしばチャーター便が飛ぶ。 このチャーター便は、油田で働く労働者を輸送するために用いられ、スキャットスタの小さなターミナルは、スコットランドで、国際線乗客が5番目に多い場所となっている。公営のバスサービスは、メインランド島、ホエルセイ島、バラ島、アンスト島、イエル島で運行されている。シェトランドは、風と潮にさらされ続けており、船が難破した場所が多い。 東大が様々な箇所で、海上交通の補助として設置されている。シェトランド諸島カウンシルは、シェトランドのすべての島々のための地方自治体当局で、ラーウィックタウンホールにある。シェトランド諸島のモットーは、カウンシルの紋章に記されているように、メトローガムスカーレスランドバイガジャである。ニャールのサガに書かれた一節から取られており、法によって、 土地の上に気づかれなければならないを意味する。シェトランドは12のシビルパリッシュに分割されているが、もはや、これらは、行政的に意味を持たない。しかしシビルパリッシュは時に統計上の用途と、18、ある地域協議会で使用される。シェトランドには、高等学校2校、中学校7校、30以上の小学校がある。シェトランドはまた、北。 大西洋漁業専門学校、北欧研究センター、そしてシェトランドカレッジがあり、これらはすべてインバーネスに本部のあるハイランズアイランズ大学の関連である。シェトランドクロフトハウス博物館1973年に撮影されたウップヘリーアーの様子ハロルズウィックのメソジスト教会。イギリス最北の教会建築、ブレセージマ、 セントメアリーズ教会に残る十字架シェトランドが、スコットランドに移管された後、何千人ものスコットランド人世帯が16世紀から17世紀に、シェトランドへ移住してきた。しかし、島民の遺伝子構造の研究が示しているように、シェトランド初島人の半数がスカンジナビアに起源を持つ。この組み合わせは、地元の生活の多くの側面に反映されている。例えば、 現在使われている地名のほとんどがバイキングの時代に遡ることができる。ノルド語はこのオス語の形態で18世紀まで話されていた。その後、シェトランド語として知られるスコットランド語の島方言に置き換えられた。また、現在はスコットランド英語に置き換えられつつある。何百年も話されてきたノルド語は現在絶えてしまっており、わずかに書き言葉が残っている。 シェトランド語は地元ラジオ局と書き言葉の両方で使われており、シェトランド民族協会によって生き続けている。冬のさなかにラーウィックで行われるウップヘリーヤーは毎年シェトランドで開催される様々な日祭りの一つである。祭りは現在で100年以上の歴史があり、高度に組織化されている。原型は冬の長い夜を追い散らすための禁酒祭りで、今は 島の伝承を祝うものとなった。男たちは、バイキングの服装で行列し、ロングシップのレプリカを燃やすのである。シェトランド料理は、ほとんどが、有機食品である、地元産ラム肉、牛肉とシーフードを基本とする。ムロカでパスチャライゼーションをしない、リアルエールを作っている、バルハラ醸造所は、国内で最も北にある醸造所である。シェトランドは、各年開催される。 国際アイランドゲームズ協会の一員であり、2005年には開催地となった。宗教改革がシェトランドにもたらされたのは1560年であった。明らかに平和的な意向であり、記録されたシェトランドの歴史上において宗教的熱狂や不寛容の証拠はわずかである。諸島内には様々な宗派がある。メソジスト協会は諸島内で 比較的信者数が多く、メソジスト教会の教会地区となっている。スコットランド国教会は、ラーウィックのセントコロンバ教会が含まれる、シェトランドの長老会を持っている。シェトランドの文化と風景は、様々なミュージシャン、作家、映画制作者にインスピレーションを与えている。1950年代に結成された、 ザ・フォーティ・フィドラーズは、伝統的なフィドルの演奏スタイルを促進し、現在も地元文化の活気ある一部となっている。シェトランド民族音楽の注目すべき人物として、アリー・イ・ベイン、トム・アンダーソン、ピー・リー・ウィリー・ジョンソンがいる。トーマス・フレイザーはカントリー音楽のミュージシャンであったが、生涯を通じて、商業ベースのレコーディングをしたことがなかったが、1978年の、 早すぎる死の後20年以上人気を保っている。ウォルター・スコットが書いた1822年のザ・パイレートにおいて舞台はシェトランドの遠く離れた場所となっている。これは1814年に彼がシェトランドを訪れた際にインスピレーションを得たためである。ジャールシャフという名は白爵の邸宅を意味する彼の造語である。スコットランド人詩人ヒュー・マクダーミッドは 1930年代半ばから1942年まで、ホエル政治まで暮らした。彼は、その間、直接的、または、シェトランドの環境を反映させた詩を書き上げた。オン、エーレーズ・ド・ビーチは、無人のウェストリンガ島訪問に触発され、書いたものである。作家ハモンド・インズが1975年に、発表した小説のオーススターは、 主な舞台をシェトランドとしている。ラマンマンであの2007年の刺繍映コリオグラファー、エスカートグラフィーは、シェトランドを背景に、アジア系イギリス人の視点を表している。ウォルズ島生まれのバガランドは、おそらく20世紀シェトランド最高の詩人であろう。シェトランドでは、月刊誌シェトランドライフと、アイアイシェトランドが発行されている。小説家、アン・クリーブスは、 シェトランド諸島を舞台とするミステリー小説を複数執筆しており、日本語版も出版されている。1937年にマイケル・パウエルが制作したザ・エッジ・オブ・ザ・ワールドは、絶海の古島セント・キルダに暮らす最後の36人の島民が1930年8月29日に島外に避難する実話を元として脚色した作品である。セント・キルダは、 アウターヘブリディーズ西方6 4トルの大西洋上の群島だが、パウエルはそこでの撮影許可を得ることができなかった。昼間なかったパウエルは、フーラ島で1936年の夏の4ヶ月間撮影を行った。映画では、セントキルダでの出来事を、シェトランドでの出来事に置き換えたのである。40年後の1978年、パウエルは、 フーラ島を裁縫もにし、ドキュメンタリー映画リターンツーザエジンオブザワールドの中で、当時のキャストやクルーと再会を果たした。シェトランドで撮影された、または、シェトランドにちなむ、映画作品には、A. クロフター、S.Life in yrics, s h e t l a シェトランド・ t l a n d Lyric、d e v コメディドキュメンタリーの一つ、ナイスアップノースがある。また、上記のアン・クリーブスの小説が、 ITV によりドラマ化され、2013年から BBC で放送されている。日本では、シェトランドという放題で2015年から、アクスンミステリーで放送されている。ありがとうございます。